はい、皆さんこんにちは、京都のマトです。今日はね、天気がいいんでね、ちょっと出てきたんですけど、ゆっくりしてたからちょっとね、もうあんまり時間がないねということで、今ね、福王寺を過ぎてね、ちょっと北周山街道へね、入ってきましたけどね、やっぱり土曜日ということでちょっとね、混んでますんでね、まあ、京都近郊もね、週末はやっぱりそこそこね、人でもありますからね、まあ、街のね、都市部は多分ね、人出は少ないと思うんですけど、逆にこういうね、皆さんね、コロナ禍でね、地方っていうか田舎の方でね、キャンプとかね、まあ、バイクも多いですよね、ツーリングとかね、出かけられてんじゃないですかね。人混みを避けてね、ちょっと郊外へ。まあまあでもこれぐらいで走れたらね、気持ちよく走れますからいいですね。おお、バイク多いね。どうなったかな。なんだかんだネイキッドが多い気がするな、この辺走ってるバイクは。ハンターカブ、スーパーカブで、スクーター。そうそう、僕はね、基本野営はね、自分からはしません。やっぱりね、わっと驚かせてね、無理やりこう手を上げさせるっていうのもね、危ないんでね、って僕は思いますんで、ただね、やってくれる方はね、やり返しますけど、気がついたらね、気がついてれば。できる範囲でね、会釈になっちゃう場合もありますけど、やっぱ反応があるとね、気持ちいいでしょうからね、本当にまあマナーじゃないけどね。ただあんまりこうね、すごくこうね、うわーとか言って、そういうのはちょっと困っちゃうんでね、見ていて危ない、危ないと思いますからね。VTR ハンターカブに、なんだろう、MT かな、今のは。スペースが少ないね、今のは。何でしょう、セロ、
セローもいいバイクだよな、欲しいなセローな。なんかいつか乗ってみたいなと思ってたバイクがね、どんどんこうラインナップからね消えていっちゃうんですよね。まあヤマハだったらセローね、で SR ね、まあ一回 SR は消えてまた復活したけど、またやっぱりね消えてしまって、なんか残念ですよね。400クラスのね、ほんとバイクってね、どのメーカーも出してないんですよね今ね、まあ、あるにはあってもね限られてますよね。ヤマハなら MT-03 とかね、ホンダは CB400 がありますけど、川崎なんかもね、NINJA400 と、あともう一台ね、Z400 だっけ。1等でもいいからさ、Z400 で昔みたいなね、今の 900RS みたいなのを作ればいいのよね、出せばいいのよ。そしたら売れ行き全然違うと思いますよ。今なんか特に 400cc クラスね、対抗メーカー、他のメーカーもね少ないわけですし、で新しく免許取る人増えてるんでしょ今コロナ禍でね。だったらね絶対そういう昔ながらのねきっと、なんか今の Z400 ってね、名前はかっこいいけど形はなんかね、はっきり言ってかっこ悪いもんね。かっこ悪いなって言ったら持ってる人に怒られるけど、僕の価値観ではかっこ悪いと思うんですよ。なんか中途半端というか、もっとシンプルにね、丸めでこういう二眼のメーター、そういうバイクにしてほしいなと思うんだよね。